黄金の菩薩。デミゴッド最初の使者たる、黄金のゴッドウィンを弔う菩薩剣。少年の静かな祈りが込められている。兄様、兄様、正しく死んでくださいな。アウレイザの英雄墓で入手でき、説明文から、ミケラと関連がありそうな直剣である。専用戦に、弔いの菩薩は、菩薩を掲げ、周囲の味方を含め、成立の力を付与する戦技だ。成立は、死に生きる者たちに効果抜群であり、与えるダメージが上がるだけでなく、そのまま消滅させることができる。また、この戦技は、プレイヤー自身に付与されるため、黄金の菩薩ではない、他の武器に変えても、このように、成立の効果は付与される。そんな、黄金の菩薩であるが、実は、とんでもない効果が隠されている。今回は、それについてご紹介しよう。まず、一つ目。アセヒト諸君は、この祈祷をご存知だろうか。そう、グルエヒ、だ。その名の通り、プレイヤーの瞳から、グルエヒを出す。グルエヒの祈祷は、複数あり、その内容は様々であるが、基本的に、FP を消費し、グルエヒ攻撃を繰り出す。グルエヒゲージが上昇し、それが溜まると、HP と FP にダメージを食らう。そんな感じの祈祷だ。さて、戦技、弔いの菩薩を使用し、祈祷、グルエヒを使用すると、はぁ、お気づきだろうか。ダメージ食らっとる。そして、よく見ると、頭がガクガクなっとる。そう、戦技、弔いの菩薩を使用し、グルエヒ関係の祈祷を行うと、ガクガクになって、ダメージを食らうのだ。なんでやねん。中には、ダメージを食らわないやつもあるが、ガクガクであることには変わりない。なんでやねん。セリリツとクルエヒは、ある意味正反対の祈祷だ。それらの効果が干渉し合って、自身へのダメージとなって帰ってきているのだろうか。アセヒト諸君は言うだろう。トマトちゃん、これ、はお静かに。まだ、その判断は早い。次の隠し効果も紹介するが、それと合わせて考えると、しよう、としか考えられなくなるのだ。それでは、二つ目の隠し効果についてご紹介しよう。戦技、弔いの菩薩を使用し、資金のドレスを装備すると、はぁ、ガラクンガラクンなっとる。これはやばい。なぜか懐かしさを覚える。ダメージも少しずつ食らっとる。そう、戦技、弔いの菩薩を使用し、資金のドレスを装備すると、微妙にヘッドバンギングするのだ。これはやばい。そう、ヘッドバンギングといえば、かつて猛威を振るった、超面白小ネタである。切腹、資金のドレス、聖域という、三つの神器を使用することで、なかなか面白いことになっていた。しかし、アップデートにより、今では修正されており、一部のアセヒトからは、悲しみの声が聞こえた。しかし、ここに来て、控えめな動きながらも、ヘッドバンギングが復活したのである。超嬉しい。ちなみに、この状態で、トレントに乗ると、トレントもダメージを食らう。以前のヘッドバンギングでもできた技だが、今またこうやって見てみると、意味がわからんすぎて笑える。トレントの、なんで僕がこんな目に、という表情が眩しい。また、敵対していない NPC の前で、この技を使うと、
一瞬で敵対する。ひい。敵対すると、ダメージを与えられなくなる。友好的な NPC のみダメージを与えるという、意味がわからなすぎる状態になるのだ。なので、使用する際は、十分に周囲を確認する必要があるだろう。しかし、これでようやく。アズールおじいちゃんに元気を出してもらえる。以前は、ヘッドバンギングで元気を出してもらっていたが、それが修正されて以来、全く動かなくなっていた。そんな、おじいちゃんが、元気を取り戻してくれた。股間周辺もなんか光ってるし、めっちゃ喜んでくれているようだ。やったー。さて、この二つの小ネタをご覧になって、お気づきになっただろうか。そう？なんか月曜にしようっぽい。弔いのボローによる、成立の付与。それに反すると言ってもいい？クルイヒーと資金のドレス。特に、資金のドレスは、フィアが装備していたもので、フィアは、死に生きる者サイドの NPC だ。完全なる相反する存在。それらを同時に身にまとうことで、ヘッドバンギングを生み出しているのだ。他にも、面白いバグなどがございましたら、コメントなどいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。棒上級士、考察確定。